12時10分、中国縦貫道に入りました。はい、横川出口を越えて、姫路に向かっております。今ですね、13時15分ですね、納車完了しました。で、今からですね、ご飯食べに行きたいと思ってますが、空いてるかどうか、ここが心配ですね。はい、じゃあ行きます。アナゴ飯食べたんですけど、まあ悪くはないですけどね、値段の割にはっていう感じですね。うん、値段の割には大したことない感じかな。それよりもなんか商店街でここがにぎわってるみたいですね、餃子屋さん。ちょっとこっち気になりますね。また時間があれば行ってみたいと思います。それでは、はい、今店舗に行って鍵をもらってきてですね、こうやって駐車場まで歩いております。だいたいね、1キロぐらいかな。結構バテてきましたが、まあ、こういうこともですね、まあ、よくあることでございます。だいたいですね、多い日で1万歩以上歩いてるって感じですかね。今日でも6000歩、7000歩ぐらいまで行ってる感じかな。ということで、割とですね、この職業ですね、歩くことが多いです。はい、はい、本日、2代目こちらのカムリ君ですねを、岡山まで運んでいきたいと思います。それでは、今2時ですね。では、まあ、天気予報というか天気図見ると、ところどころ雨雲があったので、普通にぶち当たるとこんな感じなんですね。ドアがずっと雨になっててですね、よいしょ、もう左側がずっと晴れになってます。雲の切れ目ですね。納車
納車完了しました。18時9分ぐらいに納車完了しました。でですね、駅まで 1.3 キロ、ぐらいまた歩いております。はい、なんかね、局地的に、岡山が雨になってますね。はい、こんな感じなんで、ちょっと雨の中歩いてるって感じです。どっかでまたご飯も食べたいと思います。それでは。はい、ただいま19時53分ぐらいですね。今から、今駐車場にある車を今から堺方面、最終的には明日の朝堺まで納車すればいいというような形でございます。それでは出発します。はい、なんとか2号バイパスにたどり着きました。ちょっといろいろと迷ったんですけどね。これで2号線でですね、ひたすら東の方向かって走っていきます。そうですね、どっかでまた今日も快活クラブ泊まって明日の朝堺に納車という形になろうかと思います。バイパスすんなり抜けれたらいいんですけどね。まあ随時ビデオを回していこうかと思ってます。はい、はい、今21時59分ですね。どこに来てるかっていうと、ここ飯どころうかい屋さんというところですね。24時間営業をやっているところです。なかなかこの近辺ですね、ご飯食べるところ結構少ないんですよね。ということでですね、この後も姫路に入っちゃうと姫路バイパスとか乗って西に向かっちゃうんで、ここでご飯食べたいと思ってます。それでは行ってきます。大メニューはこんな感じ。揚げ物食べたいんでミックスフライ定食にしようかな。ごちそうさまでしたということで、食べてきました。美味しい美味しくないっていうよりもですね、この時間でこの辺で温かいご飯が食べれるっていうところで、なかなか選択肢がないですよね、本当にこの2号線沿いって。ということで、さらに、東に向かって進んでいきたいと思います。ただいま、22時18分ですね。はい、じゃあ行ってまいりまーす。はい、今ですね、姫路バイパスを東に向かって進んでるって感じです。順調に流れてるって感じですね。姫路バイパスから加古川バイパスにそのままつながって、会社から
高速が許可されている第二神明ですね。第二神明通って須磨まで行きたいと思ってます。はい、須磨からは下道になります。いやー、どん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 東に進みます。それでは、はい、第二神明を須磨で降りてですね、今からちょっと下道行きます。ですね、今23時10分です。23時10分、あと1時間ぐらいで、そうですね、快活クラブまでたどり着けるかな。いやー、もうちょっとかかるかな、まあ、12時半0時30分ぐらいには、快活クラブに届くんじゃないかなと思ってます。そこで、仮眠取りたいと思ってます。それではまた。はい、今ですね、0時37分ですね。北津森のですね、快活クラブさんの方に到着しました。見えるかな、まあいいや。ですね、そしたらですね、今日は快活クラブの方で朝までお休みしたいと思います。それではおやすみなさい。はい、今朝の8時じゃない、ごめんなさい、1時37分ですね。納車が9時だったんで、ゆっくりしようと思ってたんですけど、とりあえずですね、7時半には出ようと思ってですね、1時半ぐらいに出てですね、あと12キロなので、多分30分ぐらいで着くと思うんですけど、ちょっと、余裕を見てですね、出発しました。はい、あと納車して、今日は終わりとなります。また最終的に感想とかですね、見ていきたいと思います。それは、はい、今ですね、ちょうど朝の8時半です。先ほどですね、最後の車を納車してまいりました。でですね、あと1本行ってほしいっていうことがあったんですけど、10時過ぎちゃうんで、お断りしました。ということでですね、今回24時間で3本だけ行ったって感じです。1本目は、福知山から姫路ですね。2本目は姫路から岡山、3本目は岡山からここ堺ということで、24時間で3本だけ行ったって感じです。普通やったらですね、もっといっぱい、詰め込まれてですね、5、6本ぐらいになることも多いかだと思うんですが、なかなかやっぱり、本数も少ないという状況になっておりますんで、同じ時間使うとですね、まあのんびりできるということもあるんですけど、収益だけ考えるとですね、それほど、いいことはなくなったかな。もともとそんなにね、すごい収益が上がるような業務でもないんで、そこの上に、また収益が落ちてるという感じがするかなと思います。お金目的だけで考えるとですね、他の業務やってる方がいいかなと思いながらですね、まあ旅行気分で、楽しみながらやれるんであれば、まだまだありかなと思うような形でございます。よかったら、レンタカー改装もですね、皆さんも経験してみたらいかがかなと思います。それでは、また違う動画も撮っていきたいと思います。それでは、シュー。